ブラジル日系人会が信じられない忖度を発動させております。全力忖度ですよ。マコさんですね、女性自身がスクープしました。クリスマスにはブラジルに新婚旅行を持って、まだ税金で行くんですか。12月中旬から入りクリスマス休暇の時期にマコさんと小森さんブラジルに新婚旅行に行くそうです。すでに航空券やホテル、現地のガイドやドライバーも、手配していると聞いていますと。この手配も総領事館が動いてんじゃないですか。ニューヨーク在住のですね、旧財閥系の日本企業の関係者が言ってるわけですよ。これ、マコさんと小室が決めたら、ね、それは漏れ伝わってこないと思うんですよ。で、漏れ伝わってくることはニューヨーク総領事が動いてるとしか僕は思えないですね。彼らは髪切る人をさ、派遣してもらったりしてるわけじゃないですか。しかもそのね、お金は報酬だけで3万円。だから交通費とか含めたら4万くらいかかってくるんじゃないのかなと。行く店に関して、総領事館があらかじめ店に行って、まあそのリストにまとめるわけですよ。そのリストを小室さんに手渡してる、交代具をしてるわけです。それ税金でやることですか？まあ忘れないでくださいよと。警察も連携してるんじゃないですか？なぜハニムーンの旅先にブラジルを選んだのかといえば、ブラジルの方も怒った方がいいと思いますよ。その警察動いてるんであればね。マコさんにとって同国は美しい思い出が詰まってるからに他ならず、結婚前の2018年7月、マコさんは内親王としてブラジルを訪問している。で、これも忖度で3年後に、それを掘り返されて、勲章とかもらってるわけですよ。だからいい思い出しかないわけです。同国には200万人近い数の日系人が住んでいて、昔から皇室への親しみは非常に強いものがあったんですよと。いろんな、地域に行ってたわけです。こんな輝かしい日々を、ね、過ごしたブラジルに、小室さんと感動を共有したいという気持ちがあるのかもしれないとですね。で、二人はもう舞い上がってるわけですよ。ハネムーンのことを語っていたと。早く行きたいねと。顔を見合わせながら盛り上がっていたと。もうそんなのんきにして大丈夫ですか？新案の違法の追及があるにもかかわらずね。余裕ですね、なんかね。これ、ブラジル日報っていうところが出してるんですけど、このスクープ報道を受けて、この日系社会になんと歓迎の期待が高まっていると。まあ、歓迎してるのは代表者だけだと思いますけどね。で、もし、マコさんがブラジルに新婚旅行に来られるなら、ぜひ歓迎会をしたいと。そんな声が日系団体から上がり始めていると。イメージダウンも甚だしいですよ。ニフティニュースサイト16日付女性週刊誌女性自身記事によれば、マコと夫の小室圭さんがクリスマス休暇の時期にね、ブラジルに新婚旅行はハネムーンに来る可能性があると報じていると。同女性自身記事にはニューヨーク在住の旧財閥系日本企業の関係者の声として、12月中旬から入るクリスマス休暇の時期にマコと小室はブラジルに新婚旅行に行くそうですよと。すでに航空券やホテル、現地のガイドやドライバーも手配していると。人からね、セッティングされた旅ですよ、これ。行くだけですから、まあ楽ですよな。で、マコさんがリオのコルコバードの丘に立つキリスト像やマナウスのアマゾナス劇場で見た風景、ベレンの市場の活気を楽しそうに小室さんに話していったそうですと。これを受けて、日系社会側でも歓迎の機運が出始めてるって、全力で忖度を始めようとしてるわけですよ。こんだけイメージが悪い中、ニューヨークの日系人会の方見てなかったんですかね。彼らもう見放してるわけですよ、もう。というのも、18年7月、ブラジル日本移民110周年を記念して、内親王時代のマコがね、ブラジルを訪れて、リオとか、まあ行ったと。日系社会にはその際の記憶が鮮明に残っていると。何年前の話なんですか。で、ブラジル日本文化福祉協会の福原カルロス、担当理事はマコさんの今回の来客報道に対し、現在訪日中の石川レナト会長と相談してぜひ歓迎ができればと。福祉協会の理事まで出てきて、会長まで出てきてるわけです。ぜひ歓迎できればと。まあ、これ忖度以外何者でもないでしょう。もちろん小室健さんの意向が大事なので、その承諾が前提ですかという。まるでもう公務員時代の扱いをしてるわけですよ。福原さんはね、マコさんとは18の式典で初めて会ったと。その初対面の挨拶で、福原さんですかといきなり名前を確認されて、父が来客した際にお世話になりましたとの挨拶をしてもらったと振り返って、顔と名前も事前に知ってもらっていて、とても謙虚で優しい女の子だったとの驚きの印象を振り返った。とても謙虚で優しい女の子だったらば、あんな結婚会見はしないですよ。で、福原さんは、日博外交関係樹立120周年記念で、英宮両妃殿下がご来客された際のサンパウロ市式典を仕切ってましたって、そういうつてでしょうね。依頼されてないでしょうね、これ。後で調べますけど。ブラジル日本都道府県連合会の市川さんも、県連としてはまだ正式に答えられないんですけど、個人的にはぜひ歓迎会をしたいと。その正式に決定に何がですね、関わってるのか知りたいですけどね。たとえ、マコさんが、皇室で亡くなっても彼女に対する気持ちは変わらないと。ということは、皇族扱いをするってことなんですか？おかしいでしょう。で、マコさんが県連主催の日本
祭りを訪れた際に市川市長がね会場を案内して回ったというわけです。サンパウロ教会の援護教会の園田会長、会長がいっぱい出てきてるわけですよ。で総領事館とも相談するって言ってるわけですよ。で日系社会としてもぜひ来客を歓迎したいとの熱意を述べたとき、これはブラジルの総領事館なんですかね、そこまで出てるってじゃあ連携してるんじゃないですかと、日本ニューヨークともね。眞子さんが来客してからすでに4年が経ったと。前回訪問時は日系社会はもとよりブラジル国民に好印象を与えました。眞子さんの来客が具体化すれば日系社会に歓迎する動きがさらに強まりそうだ。でも出てきてるのは会長さんであったりとか、そういう上の身分の人たちなんですよね。メンバーはそういうふうなことを思ってないと思いますよ。だって会長さんは例えばこういう忖度をすることによって得れる恩恵が一番ありますから、まあ、普通に考えたらこんなの歓迎しないですよ。スクープ報道が出てるわけですからね。マイナスイメージでしかないわけですから、そのマイナスイメージを被るのが分かっているのに歓迎の言葉をかけるっていうことはそれ以上のリターンがあるからなんじゃないんですかと、コメントをちょっと読んで終わります。司法試験合格で一覧落ついて新婚旅行に行きたい気持ちを分かるんですが、現段階では家賃レベルの報酬しかないはずですと。そう、600万円しかないはずなんです。しかもここまで来るには大勢の人から支援があったと思いますと。今の家賃60万円の物件です。じゃあ仮にそこを借りようとしたら、まあ、大体年収がその月額の家賃の40倍はいるっていうわけですよ。だから2400万円いるってわけですね。ってなると借りれないわけですよ。今言われている100万円の物件がありますけど、それは4000万もいるわけですよね。これは多分ですけども、結構初期からそういう構想があったんじゃないのかなと僕は思いますね。そもそも100万円の物件を早いところ借りようとしてたんじゃないのかなと思いますね。まあ、ただそうなると、ローカルのままでいると辻褄が合わないですから、だから弁護士になるタイミングを待って100万円の引っ越し記事みたいなのが出てきたんじゃないのかな。かなり初期の時点で小室さんは不動産会社に見に行ったりしてるんですよね。ベッドバスビヨンドみたいなところ、あそこに眞子さんが行きましたけども、あれも実は住むエリアの下見なんじゃない、アッパーウエストサイドの下見なんじゃないのかなと、まあ、それは推測されてましたね。まあそもそもそういう経過があったんじゃないですかね。誰も一人もしないでしょうと。やはり順序としてお世話になった人への恩返しが先だと思いますと。そのために弁護士のスキルアップのための努力が必要だと思います。一人前になって報酬が生活水準に乗ってからでも遅くないと思いますと。厳しい声いっぱいあります。宮内庁も国民の声を真摯に受け止めて小室夫妻への対応すべきだし、政府も増税や社会保険などの国民の負担を強いる前に、議員の定数削減や給与減額、それから皇室典範について議論することが必要だと。いつも順序が違うんじゃないですかと。クリスマスホリデーで休暇が取れるんであれば、一次試験に合格して、まずはお世話になった方々や親に顔を合わせて、直接お礼の言葉を述べることが大人として、社会人として、人としての筋なんではないですかと。誰だってこんな状態で帰国などしたくはないと。ですが、こういうこともできなければ、自分たちの向き合うべき事柄から逃げ続けることと同じでしょうと。政府が増税を計画している状況で税金を使って新婚旅行を行うんであれば、総領事館と連携してみたいな記事が書かれてまして、現地の警察も多分動いてるんでしょう。ってなると彼らがやってるとは思えないですし、まあおそらくですね、ニューヨーク総領事館ですね。まあ知りませんが、これは推測ですけども、ブラジルのですね、総領事館とかと連携してなんかやってんじゃないですか。そうなったら税金ですよね、それね。じゃあ税金で跳ねむんですかって。ふざけるなと言いたい。国民は荒れ中や物価高で生活が厳しくなってるのに、一般人だってニューヨークに行った夫妻のために税金の乱用するなよと。これは税金の盗んでるわけですよ、これ。当然ですよ、こんなことは。もし実際に行われるのであれば、政治を根本的に変えて、皇室制度の抜本改革が必要だと思いますと。本当にいつまでこういうことをするんですかって、僕はね、もうちょっと呆れてしまいますけどもね。彼らは一般人を主張してますけども、そんなどこの世界に全部セットアップしてもらって、皇族時代のように警備もしっかりガードして、会場さんが出てきて、ぜひ歓迎会をしたいみたいに、ね、言われる一般人はどこにいるんですかって、全然一般人じゃないでしょうと。もう忖度祭りですよ。もう信じられないです、この忖度は。はい。以上です。それでは皆様ご一緒に近いです。バイバイ。さよなら。